美術展日本元気する週刊堂の田中です。アートコレクターズの新しいのが来ましたので、これを魚にお話ししてみましょう。完売作家で全データ2021っていう特集ですね。で、完売データ特集ね、まあ嬉しいような嫌なようなあの特集なんですね。これ結構話題になって、これ乗るとまた売れるぞみたいな感じですね。販売特集あの人気なんですけども、結構ね作家もねこれ意識してる作家とか画廊も多分いると思います。ただ一方でですね、まあ、あのかなりあの ランク上がるとというか、ある程度これになって値段もそこそこ高くなってくるとですね、そんな毎回完売っていうふうにいかない人がまあたくさんいるわけですよね。そういう人はこっちに乗らないので、まあ当たり前ですけど、まあなんか要するに世の中の期待値よりも少し値段が安い人だけこういうふうに乗るっていう、でそこを狙うみたいな、なんか傾向もなんとなくあんまりなんかこうあれだなみたいなところもあるんですけどね。まああのまあね、雑誌がそういうのやるのはしょうがないのでね、まあ乗れるとこは乗り、まあ若干批判するとか批判し、まあね、アートコレクターズさんと我々も持ちつ持たれつですよね。まあその辺はまあ利害が全然一致するわけでもないところがまたいいとこかもしれませんよ、なんかね。はい、ということで、中身については、次から喋っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。